どうも、うさぎチャンネル池田です。ご覧になって分かりますように、左側のエルボーが2つ、つながっているんですけども、その間の配管パイプの長さで水位を調整しております。そして上のエルボーからチーズへ、チーズが、ずっと、そこへ伸びております。池底から、ちょうど、吸引が、一番良いとされる1センチの隙間を、作っております。メダカが、流されないように、ネットをつけております。この反対側の、底の方の、給水口も、パイプには、これと同じような、ネットを加工してつけております。これで、浸水や、ここは屋根があるんで雨水は入りませんが、浸水の給水時、万が一の雨水が入った時でも、上水の排水ではなく、すべて底水の、排水になります。では今日は以上です。